ロータリーみたいになってて、ビューポイントはこれ登っていくレストエリア、ビューポイント、あれなんかレストエリアですね、ビューポイント、ここですか。あ、ビューポイントって書いてある。なんか柵がしてありますけど大丈夫ですかね。あ、確かにビューポイントっぽい。でもめっちゃ急、めっちゃ急で電気ついてないんですけど、さすが、さすが iPhone。 わわわあ、これはすごい。これタオトは見える、タオトは見えないかな。これ朝案件ですね、完全に。朝来たら気持ちいいやろな。朝一で、もう本当にあのコンビニでコーヒー、缶コーヒーかなんか買って登ってきた方がいいかもしれないです。よかった、いっぺんかな。こっからまだバイク行けるかな。結構坂道ですね、結構な勾配ですけど、なんかギリギリ海が見えそうなんで、これ見て、で、あ、ここが、ちょっと待ってください。あ、で、あの上か。あ、これちょっと、すごいですよ。ちょっと、やっぱりビューポイントです。これはあの切り抜き案件ですね、ハイライト案件。うわ、すごい来ました。どっちがタオ島か何島か分かりませんけれども、このビューポイント来ましたけど、ギリギリあそこビーチですね。ビーチも行っていいんかな。セミ鳴いてますよ。しかもセミが、あのやっぱ向こう側もすごいですよ。向こうの山側の景色もすごくてですね、うわーすごいな。これ朝見たら綺麗でしょうね、絶対に。ということで、僕の大好きなブランコがありますけど、ちょっと先に上行った方がいいです。あと、じゃあ現在地をちょっと今中テレビ見てるような人、海岸通りに出るとシーフードレストマスということで、こんなになんか、あ、これすごいな。お兄さん写真撮ってるけど、あ、これですね。これさっきの僕あのそっからずっと来て、でこっから抜けて、でタオ島の方行くんですね。これこの向こうの景色すごいですよね。あの山、ミャンマーですよ。これちょっとすごい、お写真。
に来たらまた一段と綺麗でしょうね。よいしょ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 。わあ、これはすごい、これはすごいですよ。空が、空今これすごい色してますね。これ綺麗な、これ綺麗な、ここ綺麗な。走りましたね。僕多分だからあの辺にいたんですよね。あの辺にボートがあって、はい、ひかりさん、ここへ来てよかったですね。あずしさん、綺麗ですね。今年の2月にこの近くに一泊してタオ島に行きました。本当ですか。タオ島いいですよね。今日はですね、僕はチュンポンというところに来まして、で、今ですね、ここのビューポイントというところに上がってきました。向こうの海もすごい綺麗に見えます。ちょっと、今のうちFacebookで広告。もちろん綺麗んですけど、僕も沖縄にいた時もそうですけど、この空がすごいですね。空が、この空とか、僕なんかもう完全ミャンマー側になってるんですけど、あつしさん、タオ島行かないのですか。ミヤさんの YouTube 見ました。ゴーさんからのプレゼント、綺麗な青い空ですね。いや、行きたくてミヤさんにも言ってたんですけれども、ちょっと船のタイミングがですね、良くなくてですね、あと明日、というか普段後ろに予定がなかったら良かったんですけど、月曜日に予定があるので、もうそれ前倒して帰らないといけないんですね。今回はちょっと行けないっていうことで、
昨日メッセージ送ったんですけれど、でも今年1回は絶対にまた行きたいと思いますので、タオ島ですね、タオ島に行ってウミガメを見たいですね。はい、クエオさん、すごい眺めですね。はい、僕も初めて来ました。スガイグロックまで行きましょう。はい、スガイグロックも去年行ったんですけれども、スガイグロックも本当国境が空いてなかったら、おばちゃんが言ってましたね、もうお客さん全然いなくて困ってるっていう風に去年の段階で言ってたんですね。夜行フェリーだとこうずっと降りてきて、こっから出ていってですね、でこのままず確かこのままずっとまっすぐだったと思うんで、まあこっちから見えないんですけど、タオ島、これじゃないんですけど、タオ島向こうの方で、で寒いとこっちの方だと思いますけれど、森山さん、ここまで来た甲斐ありましたね。はい、夕日がこっちってことは今度朝日こっちですよね。で朝日も見たいですよね。この雲がいいな。赤色がすごい、赤色とこの下の川がすごい。じゃあちょっと降りていこうと思います。現在の時刻がタイ時間で、18時57分もう19時になりかけですね。星も出てきました。ということで、ギリギリですね、綺麗な景色が見えましたけど、今日ビューポイント来てみました。わ、ここで座りながらですね、ちょっと怖いですけど、ここでこうやって座りながら見れるみたいですね。こうやって あそこにも座席がありますね。だからこれ明日の朝5時ごろ来たら、ここタオ島から戻ってきた船がこう上がっていくところ見えますね。まだまだ行ったことのないところ、素敵なですね、こういうスポットいっぱいありますね。ということで、ここからですね、またバイクに乗って降りていこうと思います。ここまで来てタオ島に行けないのはすごい悲しい感じがしますけれども、ちょっと無理をせず次回に、撮っておきたいと思います。
アツシさん残念ですね、ロンプレイヤーでも無理なんですか、高速艇明日の朝一の船。僕まだあの PCR が、アンチジェンテストまだ受けてないのでですね。さあディナーですね、気をつけて戻りましょう。ディナータオトーいけないならサムイト行けばいいじゃないの。マーケット、あタオトーサムイトーパンガンと全部ルール一緒なんでですね、はい、じゃあ戻りましょう。さっきが一番急だったと思いますね。一気に暗くなってる。ましたね。とかあれイカ釣り漁船ですかね。あの緑の電気の方は。明日どうしよう、朝ビーチから見た方がいいかな、もしくはもう一回ここに登ってきた方がいいですかね。船が漁船がいっぱい、あよかった戻ってきました。よいしょよいしょ。で登ってるのはこの辺にあるんですかね。これどうなってるやろ。これあれ